えー、皆様はじめまして、よろしくお願いします。あの京都大学基礎物理研究所の伊予がど申します <laughs>、えー。今日はですね、えっ、ー、と重力波天体からのガンマ線バーストということで、えー、話させていただきます。えー、まず、えー、と自己紹介から入りたいと思いますが、えー、私は、えー、この基礎物理学研究所、えー、というところで働いています。 この研究所は湯川秀樹博士がですねノーベル物学賞を受賞したことを契機に1953年に設立されました。で我が国で初の全国共同利用研究所でスタッフ研究者約20名ほどのちっちゃな研究所なんですが毎年ですね3,000人ほど全国 さ,さらに世界からですね、えっとえー、ビジターがやってきてます。<laughs> で、えー、素粒子原子核、えー、宇宙物性、えー、最近ですね量子情報が加わってですねそれの理論研究を行ってます。<laughs> で、えー、2016年にはですね えー、重力物理学研究センターというのができてですね、えー、と私もそこで、えー、に所属,所属してですね、えー、と今回お話しするような研究を行ってます。で、えー、まず、えー、最初あの分かりやすいところからあの、えー、ブラックホールから入らさせてもらいます。<laughs> でえーえー、っとこの映画ちょっと若干マニアックなんで、えー、皆さんご存じないかもしれないんですが「えー、インターセラー」という、えーえー、映画です。<laughs> でこの映画比較的ですね、あのー、物理をおお意外と、えー、考慮して作られてい,るいてですねこれあのブラックホールを、えー、映し出した一,一面ですが。 えーまあ、中心にブラックホールがあってですね、えーと周りちゅえー、その周りを土星の輪のように、えー、と物質が回ってると。<laughs> で、えー、普通はあの向こう側にあるです、ね、輪,輪っかはです、ね、あの見えないわけですが、えー、とこのブラックホールの重力がすごい強いんで。 向こうからやってくる光がですねブラックホールの重力に曲げられてですねこうぐにゅっとやってきてるとでその、えー、と曲げられた光がこう、えー、と輪っかになって見えてるという感じになってますでこれ,これから分かるようにですねブラックホールは非常に重力のです、ね、強い、えー、物体で、えー、よく言われることは、えー、一度入ったら出られないと。<laughs> でこれはまさにあの、えー、と地獄のような感じで、えー、ブラックホールはあの表面はいわゆるホ,そのホライズンと呼ばれてるんですがこれはまさにサンズの川で,です、ねえー、ここに入ってしまうともう、えー、と出られないという、えー、一度入ったら出られないという、えー、静止感とです、ね、直結してるんで。 えー、やはり、えー、皆さんの、えー、少なくとも私の心をつかんでは話さないとで、えー、このブラックホールについてですね何か、えー、面白いことが分かってきたとでこれあの我々の銀河と思ってください <laughs>、えー、実際は我々銀河の中に住んでるんでこんな、えー、銀河を外から見ることはできませんがまあこれほ、えー、他の銀河なんですが、えー、と銀河だと思ってください でここにですね、えーっとえー、そのブラックホールとブラックホールが合体してですね一つになった、えー、こういったブラックホールが、えー、まあおそらく 1, 1, 1, 個か1から10万個ぐらいのこういう合体した、ね、ですねブラックホールがあるということが分か,分かってきてます。で、えー、こう合体するとですね、えー、っと合体した時にこう回転が加わるので、えー、この合体したブラックホールはおそらくぐるぐる。 スピンしてるとでこういったことが、えー、と重力波という新しいです、ね、方法によって分かってきたで重力波によってです、ね、ブラックホールの合体が発見される、えー、でこれ重力波一体何かっていうのを、えー、この話の中で話していきたいと思いますで後半はですね、えー、とさらに重力波によってです、ね、2つの中性姿勢、えー、このな中性姿勢がな何なのかという説明もしていきます で2つの中性子星がこう合体してことも分かってきて、えー、さらにですねこの合体した時にですねなんかガンマ線のバーストが起こったということが分かってきたでこのガンマ線バーストっていうのは、えー、と初めて、えー、お聞きになる方もいるかと思いますが。 えー、これ有名なアインシュタインの式です。エネルギーが、えー、質量、えー、M が、えー、質量です、重さです。で、C が、えー、と高速です。で、エネルギーが、えー、と質量、重さとですね、等価ですよと言ってる式、アインシュタインの有名な式ですが。 えーまあ、これによるとです、ね、例えば原,原子爆弾これはまあ一声ざっくりですね 1kg と同じぐらいの,、えーえー、との質量重さと、えー、同じぐらいだとするとですねこのガンマ線バーストっていうのはですね、えー、これ略して GRB ガンマ0、えー、バースト、えーえーえー、GRB と略されますがこれは。 質量によるとですね太陽と同じぐらいの <laughs>、えー、エネルギーを放出してると <laughs> つまり太陽が一生かけて出すエネルギーをですね数秒で放出するような、えー、宇宙一夜明るい大爆発ですでこれが、えー、中性子星と中性子勢の合体これは重力波で分かってきたんですがそれと同時にですね、えー、と発生した可能性があると。 でこういったこと内容を話していきます。<laughs> で、えー、この重力が発見されたのはですね、えっと、実は、えー、一般相対性理論、えー、があをアインシュタインがですね、えっと、発見して、えー、ちょうど100年目ちょうど100年目の2015年に重力波が発見されています。 でまあ何、えー、て言うかな、えー、っとうまくできすぎてるぐらいなんですが、えー、アインシュタインが、えーっとえー、重力の理論として一般相対性理論というのを、えー、っと <laughs> 提唱しますでこれが、えー、1915年ですで。これは適当にあのい、えー、いあのアインシュタイン方程式書いてありますが、えー、これはまあ何、えーえーえー、て言うかな適当に書いただけであんま意味も。 今後の話では出てきません、えー、重力とですね重力は物質によって何かこう作られているというような式になってますでこの式をごちゃごちゃいじるとですね、えー、重力波の存在が予言されますで予言されてですねえっ、ー、と重力100年目ちょうどで百年目にですね えーとこのようにあの一面、えー、新聞の一面を、えー、い,いろんな新聞の一面をですねこうにぎわしたと。で、えー、重力あについて、えー、解説まず解説するわけですが、えー、っとその前にですね、えー、っと重力とは何かということを、えー、まず理解する必要があります。<laughs> で重力とは何かというと、えーまあえー、なまあこれ地球と思ってくださいそこにリンゴを離、ま、すとですね落ちますよと。で、えー、これがまあ重力というわけですが、えーとえー、ここにですね例えば一こう箱を一緒にですねこう手を離すとすると。<laughs> この箱の中では一緒に落ちてるんで、えーとえー、その箱の中にいる人から見るとですねこのリンゴは何か落ちてるようには見えないと。で一見ですねあの重力がなくなったように見えると。<laughs> でよく言われるのは、えー、とこれはあの、えー、その電車に乗ってる人がですねと似てるようなもんで。 えー、ある速度で動いてるんだけど一緒に乗ってる一緒,一緒に動いてるものの中から見ると,、えー、と動いてないように見えますよと。<laughs> でこれとまあちょっと似てるわけです似てるわけですがじゃあ重力っていうのはこういう、えーとえー、これとこのアナロジー、えー、類対比でお同じことを言ってるのかというとですね実は違います、えー。決定的に違うのは <laughs> えー、このリンゴはですねこの地球の重力を引っ張られることによってですね、えー、実は、えー、とちょっとだけですねこうギュッと横に押されていますでさらに縦の方向にはちょっとだけギュッと引っ張られていますでこれはですね、えー、とこの地球のによる重力はですね、まあ、中心方向に向かっています中心方向に向かってるんで えー、リンゴのちょっと右側ではですね中心の方向に向かおうとするとちょっとだけ内側に行くわけですねリンゴの左側は中心に向かおうとするとちょっとだけ右側に行くとするとリンゴはですね横方向にはギュッとちょっとだけこうあの締め付けられているわけですで一方縦方向これはですね、えー、と地球に近い方がより重力が強くなりますから えー、一番下の方がより引っ張られるでつまりリンゴはこう縦方向に引っ張られるでこれが、えー、この横方向には縮んで縦方向に引っ張られるこれがですね、えー、重力の本質でこれを、えー、あの業界では調整力と呼んでますつまり、えー、縮んで引っ張るとこ,のこ,れこれが重力の本質になってます。<laughs> つまり重,重力は超積力と、えー、等価ですでは重力波っていうのは何かというとですね <laughs>、えー、この超積力のが波のように伝わると <laughs>、えー、超積力が伝わっていく波のことを言います <laughs> 重力が超積力と同じなんで超積力の波ですつまり重力波が えー、こう通過するとですね例えばリンゴをこういっぱい置い,と置いとくとですねそれぞれのリンゴは、えー、ここにあるやつは縦にギュッとでここにあるやつは横にギュッとでこれが時間とともにですねこう縦に引っ張られたり横に横に縮んだり引っ張られたりすると <laughs> でこの調積力が伝わっていく波のことを重力波と呼びます。<laughs> でえー、性質はですねあのアインシュタインの、えーとえー、発見したです、ねえー、一般相対論、えー、からですね予言,され予言されてあの高速で伝わりますでしかも何でもすり抜けて、えー、進行中でも伝わりますで一般相対論から導出して、えー、っとなんかこういう波動方程式と言われるです、ね、波の方程式に従う式に。 えー、書くことがで,きます <laughs> でえー、っとでこの重力は、えー、じゃあ今までなぜ、えー、観測されなかったのか今まで、えー、あの100年前に予言されたのになぜ、えー、っとちょうど100年目になってようやく観測されたのかというとですね <laughs> えー、こう典型的な重力波がやってきてもですね、このリンゴはですね、十、えー、のマイナス二十一乗センチぐらいしかこう、えー、横にち横に引っ張られて縦に縮んでこうこういう調整的な動きですね。これがこんだけしか起こらない。<laughs> これがどれくらいちっちゃいかというとですね、えー、我々人間が百センチぐらいですが、これの百億分の一が えー、原子のサイズになってます大体いい、えー、10のマイナス8乗センチですね、えー、0.0000と0が、えー、8個ぐらいつくとでこれの10さらに10兆分の1が、えー、このサイズになってます <laughs> つまり、えー、と超微弱な信号なわけですね <laughs> ではじゃあこれをどう一体どうやって、えーとーえー、観測するかというとですね、えー、今回、えー、観測に用いられた技術はですねこれレーザーを用いるでレーザーを干渉させるという、えー、方法が用いられています <laughs>、えー、ここにレーザーがあってですねえー、っと えこうレーザーがこ,うえーとここでですねビームスプリッターというところでこう2つに分けられますでここに鏡があってですねこう行って帰ってくるとでこっちも行って帰ってくるとでこう帰ってきたやつはここで反射されてこっち行くとでこ,っこっちのやつは透過してこっち行くとでこの2つのえーとレーザーは一度分けられてもう一度合わさるわけですが。 えっと,、えー、とあるある,ある状態にある時はこの干渉干渉レーザーとレーザーが合わさってもですね、えーえー、あちょうど合わさって消し合ってですね、えー、暗くなりますでところが、えー、レー重力波が来てですねこの腕の長さこの腕の長さがちょうどこのリンゴのこの,このサイズと思ってください。 えー、サイズがですねちょっと変わると、えー、こういう感じでですね、えー、長さがちょっとこ,のこっちの長さとですねこっちの長さが変わります超積力重力波は長石力の波ですから長石ですから、えー、と片方の腕が伸びたら片方の腕は縮むと。<laughs> すると,、えー、とちょうど、えー、こう戻ってきたレーザーはですね、えー、ちょうど打ち消し合うんじゃなくて強め合うような感じになる場合もあってですね、えー、この重力が来たということがこのレーザー干渉計で分かると。ただしあのその変動の量がすごいちっちゃいんで、えー、なかなか今まで観測できなかった。 で今回、えー、やっと初めて、えー、観測に成功したというわけです。<laughs> でこれ最初に成功したのはですねアメリカのですねライ,ライゴ、えー、という、えー、研究、えー、実験グループです。<laughs> でこれはあのーえー、とライゴのこの、えー、とレーザーの腕この片腕がですね4トルあってですねものすごい大きいんですが。<laughs> えー、こう、えーえー、と変動する量がですね非常にちっちゃいんで腕を長くすることで変動する量をなるべく大きくしようとしてます。<laughs> でこれが、えー、で日本もですね、あのー、このレーザー干渉計を作っていてですねこれは神岡鉱山。えー えー、み皆さんご存知かもしれませんがカミオカンデという、えー、とニュートリノノーベル賞を取ったですね、えー、とニュートリノの <laughs>、えー、検出機があるですね神岡鉱山というところの中にですね、えー、と実は神楽もあってですね、<laughs> えー、これレーザー干渉計地下に作ってます。<laughs> で えー、これを私行ってきたんですが、えー、っと当然地下なんで電気を消すと真っ暗になります <laughs>、えー、冬行くと暖かくてですね夏行くと涼しいですで <laughs>、えー、片腕3キロあるんで、えー、っと向こうの方はもう見えないぐらいです <laughs> でこうやって地下になぜ作るのかというとですね、えー、っとやはりあの日本はですねあの 比較的地面が揺れてるんですがこの地下に行くとです、ねえー、岩盤が硬いんであまり、あのーえーとえー、揺れないと、えー、重力は観測にとってはです、ね、非常に最適な場所になってます。 でえー、世界にはですね、こういった干渉、えー、系がですね、えーと、まずアメリカのライゴライゴチームが持っている、ハーンフォードにあるやつと、リビングストーンにあるやつ、ライゴはにえっ、ー、はこの2箇所に持ってます。で、日本に神楽があってですね、これはまだ、えー、と完全には動いてません、えーとえー、その、えー、予定の感度にまだ達していません。<laughs> で、えー、バーゴ、えー、これはあのイタリアとフランスの、えーえー、グループがですね作って作って、えー、と動いてます。でジオ、えー、これはこちら、えー、とあまり感度はよくないんですがでさらにインディオというですね、えー、インドのやつが、えー、建設予定です。<laughs> で2015年末から2016年年始ぐらいにですね、えっと、たくさんのうわさがです、ね、流れてきますなんかいろんな人がですねどうもなんか、えー、重力波がかかったらしいと、えー、なんか重力はここグラビテーショナルウェーブル,ルームアーズって書いてあるんですがルームアーズっていうのは噂です えー、ここにもルーー、えー「ルーモアズ」「ルーモアルーモアとか言ってえー、っとえー、っと多分、えー、っとこのライゴチームの誰かがですね、えー、その観測したというのを、えー、漏らしてしまったか何かで、えー、本来あの言ってはいけないことを言ってしまったっぽくて、えー、っといろんな噂が、えー、流れます。 どうも重力波がっただしですねそのうがどれもですねあのー、内容がちょっと微妙に違うんですね微妙に違ってですね、えー、本当に受かったんか受かってないんかっていうのがよく分からなくな分,分からなくなりました。 で多分、来ゴチーム1,000人ぐらいのグループなんで、あの1,000人もいるとです、ね、ついつい口の軽い人がいて、すね喋っちゃうんですね。ところが、すね噂を止めるのは難しいんですが、いろんな噂を流してしまうとです、ね、どれが本当かわからなくなってです、ねえー、今回あの、噂を止めるんじゃなくて、えー、と別の噂を流すとですね、 本当はどれかというのが分からなくなるということがよく分かりました。えー、でえっ、ー、と2016年2月、えー、にですね <laughs> 記者会見、えー、これはあの基礎物理学研究所は私の研究所で、えーまあ、若干あのあの不謹慎ですがシャンパンで、えー、とその当時の、えー「観測したよ」という。<laughs> 発表記者会見を、えーとえー、見てですねみ皆さんで祝,祝っているところです。<laughs> えー、これ当然あの時差があるんであの発表は我々の、えー、日本では真夜中でですね <laughs> 真夜中にあわざわざ集まって、えー、記者会見を見たと。<laughs> でえーっと これが、えー、その PR 用に作られた、えっ、ー、と、画像で、こうブラックホールは2つあってですね、えっ、ー、と、これ、周りは、これ、星です。背景の星です。背景の星で、えっ、ー、と、このブラックホールの重力にですね、曲げられて、経路を曲げられてですね、えっ、ー、と、こんな感じで見えるよという。 ウィーンと近づいてきて重力波を放出すると,、えー、と互いに力近づいていって距離が重力波放出することによって近づいて合体してでこれはあのーえー、と結構真面目に、あのー、光のパスとかを解いてですね、えー、とアメリカの SXS とかいうところの研究所が出したやつで、えー、これ実際に観測されたです、ね、重力波の、えー、と波形と言われているやつです。<laughs> でこれ横軸時間で、えー、こっち行くほは時間が経つで縦軸が、えー、ストレインと書いてありますが、えー、重力波の振幅つまりリンゴがですねどれぐらいこう,、えー、としんあのこう形が歪んだかという、えー、歪んだ割合ですね <laughs> これがまあ先ほど言った10のマイナス21乗ぐらいこう歪むわけです。 でえー、これが、えー、とライゴ・ハンフォードのデータ、これはリビングストーンのデータ、えー、とライゴには2箇所、えーと、レーザー干渉計があると言いましたが、これ2箇所の、えー、データです。で、これとこれがです、ね、ちょうどです、ねえー、とこう結構、ピタッと重なり合うと。 つまり、えー、ライゴでのハンフォードとリビングストーンで受けたデータそれぞれがですね、えーとえー、重なるということは、なんか同じシグナルを見てると。<laughs> で、結構です、ね、この重力波のシグナル弱いんで、えー、と通常、なんかあのノイズだらけです、データは、えー。電気回路のなんかノイズとかですね。 時にはえー、っ時にはそのレーザー干渉系に止まった鳥がですね、えー、っとディテクターのとこをコンコンとやってですねそれが見えてしまうとかですね、えー、その干渉系すごい感度がいいんでいろんな、えー、っとノイズを拾っちゃいますところが2台のやつが同時にです、ね、同じようなシグナルを出すってことはすごい稀になりますこれで、えー、っとどうも、えー、っと重力波がかかったという。 どんなになりましたで、えー、っとじゃあこの重力はよくですね、えー、っと音としてですね、えー、こう表現されますちょうどですね重力波の振動数のものを音に変えたものです。聞こえてるのか はい、この最後、フィッていうのが、えー、ちょうど合体したときです。でブラ、まあ、ブラックホール、ブラックホール、連星系をなしてて、お互いのお互いの回り回ってて、重力で引っ張り合われながら回ってると。で、重力が放出するとです、ね、だんだんあの距離が短くなってきます。距離が短くなるとです、ね、お互いの重力がより強くなるんで、より速く回ります。早く回ると えー、重力の、えー、っと波長、えー、振動数ですね振動数が大きくなって、えー、さっきみたいに音がこう高くなると、えー、じゃあ0.5ソーラーのやつはどうか <laughs> あこれは太陽、えー、質量の0.5倍の連星さっきに比べて音がちょっと高いです でえー、っとじゃあ、えー、10倍になるとどうかというとですね、えー、10倍<お>はい。 じゃあ今回観測されたやつ聞こえましたかえー、これあのえー、えー、と 中学生にしゃべった時にですね、これ聞こえたかって言って聞こえたって言う人もいたんですけどえと聞こえないですよねあの <laughs> 音がですね、低すぎてえその質量がですね、大きいので音が低くなってですね、聞こえないぐらいになっちゃいます <laughs> えそれでえとこのようにですね えー、この合体するときに出る重力波というのは質量とかえー、っとその質量比とかですねそういったものに依存しますだからこういう音を聞くことで重力波の音を聞くことでどういった質量のブラックホールが合体したのかっていうことが分かってきますで分かったことはえー、っと合体する前半径が大体90キロぐらいのブラックホール それは合体して、えー、1 8 0キロぐらいになったとこれぐらいのサイズですえー、天体としてはものすごいちっちゃい <laughs>、えー、しかし質量はですねものすごい大きいということが分かってきましたでこれがですね最初に合体した最初に観測されたブラックホールの 質量これは縦軸が、えー、と質量太陽質量ソーラーマスっていうのは太陽の質量でを単位にした重さを測るものですが 30, 30ということは太陽30個分の重さのブラックホールこれが大体2個同じぐらいのやつが合体して60ソーラーぐらいになったと <laughs>、えー、これは2個目のやつですこれ3個目のやつで。<laughs> えーとこ,れらこれらはですね実は、えー、と我々それまで知ってたです、ね、ブラックホール、えー、それまで,です、ねえー、と我々の銀河にです、ね、ブラックホールがあると思われてたんですがいろ、えー、んな観測から、えー、と存在知られてるやつがあるんですが、えー、こ,この、えー、我々これまで知,ら知っていたブラックホールに比べて、ねですね、ものすごい大きいと。<laughs> であれよあれよという間にですねこうどんどん観測が進んでですねでどんどん進んでですねこうなってですねある,ある段階で、えっと、1、2、3、4、5、6個ぐらいになって非常に最近、さらにですね、えー、解析、えー、データを再解析してですねよりちっちゃなシグナルまでで,ですね解析したことによってです、ね、10個ぐらい。 えの、えー、合体が観測されました <laughs>、えー、しかしですねえってません <laughs>、えー、その大きなブラックホール同士が合体したっていうのは分かるんですがそのブラックホールは一体どこから来て、えー、っとどうやって生まれたのかこれがまだ分かってません。 つまりあ新しい,い新しいことは分かったんだけど新しい謎も出てきたとで、えー、こう大体大まかに分けてですね3つぐらいの可能性が議論されてますで1つはですね、えー、となんか孤立した連星系から、えー、このブラックホールブラックホール連星ができたんだろうとでこれはあの非常に大きな質量の、えー、と星を考えますそれがですね えこう進化していく中でブラックホールブラックホールになって連星系を作るとでそれが今回合体したことで重力波としてを出して観測されたんだとこういう説でここで大事なのはですねあのブラックホールとブラックホールがこう重力波だして合体するようになるにはですねそれなりに距離がちっちゃくな近くならないといけません。 特に先ほどのです、ね、30ソーラー30ソーラーのです、ね、ブラックホールが宇宙年齢以内に合体するためには、えー、大体ですね、えー、っと太陽と彗星の間の距離ぐらいにですねブラックホールの2つのブラックホールが存在しないといけませんそんな近い距離にブラックホールとブラックホール持ってくるために普通あのあのそんな近いところにブラックホール作れません くれないんで、えー、とこういうコモンエンベロープフェーズというですね針がですね、えー、と片側のブラックホールをこう飲み込んでですね針の中にブラックホールがぐわーって飲み込まれてですねぐわってやってる間に距離が縮まって、えー、そ,ういそうしてる間に片方がブラックホールになるとなんかこういうシナリオですね。<laughs> でもう一つは正団中の3体相互作用。えーとなんか 体問題です、ねえー、とこう連生を形を成してるやつがもう一方の3体目がこうやってくるとですね重力相互作用でですねこうグヤってやってですねあのえっ、ー、とあるエネルギーを片方に与えて、えー、出てくる、えー、連生はさらに近づくということがありえます。<laughs> えー、場合によってはここの連星形じゃなくて、えー、こ,こ,こっちの片方とこっちが連星形を作ってドカンと出てく場合もあります。<laughs> えっとうんはいあのー、えー、こ,うこ,うこういわゆる三体,体相互作用というやつですねで。あるいはですね初期宇宙にできた原子ブラックホール、えー、が、えー、もう可能性としてあってですね これが本当だとしですとんでもないもう一個ぐらい、えー、ノーベル賞が出るような話なんですが <laughs>、えー、こういった、えー、可能性が議論されています。で、えー、っとこのブラックホールの、えー、発見と、えー、その重力波の発見に対してこの3子に対してですねノーベル賞が与えられたとちなみにこのキップソーンという方はこれ理論屋なんですが。 さっきの「インターステラー」という映画に、えー、の、えー、と監修を行ってて、えー、この人が入ってるおかげでなんかすごい出てくる物理量がですね、あのー、すごい正確だったりします <laughs> はいこれで前半が終わってですね後半、えー、後半はですね中性姿勢中性姿勢の合体の話にいきますでえー、と <laughs> でこれはですねじゃあまず中性子性っていうのは何かという話をしていきますでこれは横軸がですねあのサイズ大きさですで縦軸が、えー、密度ですねグラムパーセンチメータル3、えー、乗、えー、体積分の重さです <laughs> 密度ですね えー、で我々人間はですね、まあだいたいサイズまあ100センチ、えー、まあ100センチとか、まあ150とか180とか、まあ、えー、そこらへんですね。えっ、ー、とこれ横軸もう何桁にもわ,かわたってるんで、まあだいたいこれぐらいという、えー。で、おもあの密度はですね、だいたいまあ一声一グラム、一グラムパーシーシーぐらいです。えー いそれぐらいですで、えー、我々ですね、まあ、太陽系に住んでてですね、えー、と太,陽太陽も大体密度同じぐらいですサイズは全然違いますが密度は大体同じぐらいで、えー、とこういった太陽とか、えー、と地球ですね地球,地球に比べるとですね密度がこう何桁も高い。 えー、大体ですねえっ、ー、とこれ15畳とか14畳ぐらいです、えー、0が、えー、と14個つくような密度になってます <laughs> つまり中性子星っていうのは、えー、ものすごい密度の高い星ですただしサイズは、えー、と地球とか太陽に比べてものすごいちっちゃいです大体1 0 k ぐらい1 0ロぐらいのサイズで えー、ただし密度は、えー、ベラボーに高いと、<laughs> そういった星です。で、こういった中性星はですね、えー、と星が、えー、進化してですね、最終段階、燃え尽、ー、きた星がたどり着くですね、えー、と超高密度の天体だというふうに考えられています。 えー、つまり、えー、と星が一生を終えて、えー、最後超新星爆発を起こすんですがその後にこう残るようなですね、えー、そういった星と思われてます。で、えー、主にですね中性子からなっていてですね、えー、この素粒子の世界素粒子の世界、えーえー、ちっちゃな世界はですね陽子原子核。 えー、陽子とか中性子といった原子核で、えー、できてますが、えー、っとその中性子性というのは中性子か主に中性子からなるような星になってます。<laughs> あちなみにここにあのブラックホールラインとか、えー、不確定性原理とかいうこういうラインが引いてありますがこのラインよりこう右に行くとですねブラックホールになっちゃいます。えー、で星 星々はですねこのブラックホール、えー、と中性子星とか太陽とか太陽系それから銀河銀河団こういったも,ものをですねこのグラフの中に書くとですねこれ結構ですねブラックホールに近いんですね。で一方、えー、と原子、えー、とか素粒子こういった世界はですね、えー、どっちかというと,、えー、とこのこのラインこれはですねこっちより右が左側に行くと。 えー、いわゆる、えー、量子力学の不確定性原理でよくわからない世界になります。<laughs> えとだから素粒子に比べると我々っていうのはものすごいですね、あのー、我々というか星々ですね。星々はブラックホールに近い存在だなということがわかります。ちょっと潰すとですね実はブラックホールになっちゃうと。で中性子中性子の、えー、合体がですね 2017年に見つかりますでこれが、えー、実は初めての観測になります初めての中性姿勢と中性姿勢の合体が初めて、えー、実際に合体する瞬間が捉えられたと。でこれはあの、えー、と捉えられたデータですがこれ横軸時間で縦軸が、えー、と重力波の、えー、と振動数です。 振動数これ100ヘルツこれ200ヘルツ300ヘルツですがえっ、ー、と連星系あの中性姿勢中性姿が離れてるときはゆっくり回る重力互いに及ぼし合う重力がゆっくちっちゃいですからゆっくり回って重力は放出するごとにだんだん近づいてきて、えー、ギュッと最後、えー、先ほど、えー音,えー、音で聞いたように最後はキュッとなるわけです。<laughs> でただし先ほどの重力波あ、えー、ブラックホールブラックホールの場合と違ってさっきブラックホールブラックホールの場合はだいたい数秒で合体しちゃいますところが今回は100秒続きましたシグナルが100秒続いたこれはあさっきの音聞いた、えーえー、重力波、えー、ブラックホールとブラックホールの重力波よりも質量がすごい軽いということを示します でまさにニュ、えートロンスターニュートラ中性性中性性の合体ということが、えー、とこ,ういうこのシグナルから分かってきたわけです。でさらに、えー、このイベントこの合体した時にですねなんかガンマ線バーストガンマ線が観測されます。でこれはですね、えー、と実はガンマ線バーストと関係するかもしれんとい,いうことが分かってきて。 えー、これは実はあの40年ぐらいですね仮説とガンマ線バーストの起源というのは分かってなくて、えー、一つの仮説がこ,この中性性中性性の合体だったんですね。<laughs> でこれが実際に観測で、えー、っとどうも、えー、ガンマ線バーストの起源が、えー、この連星の合体中性性連星の合体というのを示す観測的な証拠が出始めたと。 ですで。さらに、えー、これは後から言いますが、えー、金,、えーえーと金えー、ゴールドですねゴールドなどの元素、えー、こういった元素実は起源分かってないんですが、えー、これがもしかしたらこの中性性中性性の合体で飛び散るですねこの飛散,飛散するですねこの物質。 これにここでえとこういった元素が合成されてるんじゃないかということも分かってきたでさらにこの合体の時にですね、えー、と中性性の硬さみたいなのがこの実はえと読み取れてですね <laughs> 読めておりますでさらに相対論宇宙論といった他にもですねいろいろ影響あってですねこのイベントめちゃくちゃ重要なイベントとして業界では認識されました えー、でガンマ線まあガンマ線何かというとですね、えー、これえっ、ー、とその光子の、えー、フォトンですね子の一部です光の一部ですでえっ、ー、と、えー、そのえっ、ー、とこれ,これ横軸がですね波長です波長右側行くほど波長が短くて左側行くほど波長が長いと。 で一番波長が長いのは電波ですね、レディオ <laughs> で。それからマイクロ波、マイクロウェーブ。で、インフラレッド、これは赤外ですね赤外線。オプティカル、これ光、あの可視光です。で、UV、えー、UV 光ですね、X 線で、ガンマ線で。ガンマ線っていうのは、一番エネルギーの高い光子になってます。<laughs> これがですね、どうもですね、 これがさっきの重力側のシグナルですこの合体した時にですね合体した時から遅れることですねだい大体2秒ぐらい1.7秒ぐらい遅れてですねガンマ線がここにこうえっ、ー、となんか観測されていると。でしかもガンマ線が約2秒ぐらいなんかこう続いた でこのシグナルからですね、えーとえー、そのガンマ線バーストのです、ね、エネルギーが、えー、と推定できるわけです。でそのエネルギーを推定してみるとですねところが、えー、ガンマ線バーストを観測されたんですけどなんかめちゃくちゃ暗かったと今回。でここの、えー、とここに書いてあるのは他のガンマ線バーストの えー、エネルギーです縦軸が、えー、とエネルギー、えー、横軸は我々からの距離ですでこれまで、えー、知られてるですねガンマ線バーストに比べてなんかめちゃくちゃ暗いということが分かっただからなんかこう中性性中性性合体してなんかガンマ線が観測されたんだけどそのガンマ線バーストはし知られてるガンマ線バーストよりもどうも暗いと。 えー、で、えー、とガンマ線バーストだけじゃなくてですね実はあらゆる電磁波が見えました <laughs> こう重力波がやってきてですねその2秒ぐらい後ぐらいにガンマ線が受かってですね、えー、で、えー、と X 線 X 線は、ね、ですね大体10日後ぐらいに見えますで UV、えー、とかオプティカル IR ここら辺はですね大体1日後ぐらいからです、ね、10日後ぐらいまで見える で、レディオ電波はですね10日後ぐらいに見えたと。でえー、っとこういったですね他の電磁波で見えるとですね、えー、こう空,空のうちのです、ね、ど,こどこで起こったかっていうのがすごいは正確に分かってきます。バシッと分かってですねそこにですねどうも銀河があるということも分かってきてですね <laughs> えー、なんかあその、えー、と天文学ができるようになるわけですね。でこういうガンマ線バーストだけじゃ1.7秒後のガンマ線バーストだけじゃなくてですね、えー、とこの UV オプティカル IR これはですね、あのー、マクロノバとかキロノバとか呼ばれてですね えー、超新星爆発スーパーノバ、えーとちょっと違うんだけどなんかちょっとよく似た性質を持つ、えー、ち,ょちょっと暗い、えー、スーパーノバァよりもちょっと暗いような、えー、天体でこれは10時間ごろに見えた XN レディオこれはですね、あのー、おそらくこのガンマ線バーストの残光現象だというふうに考えられていますが今では。<laughs> えーまあ、その見つかった当時はよくわからないわけです。で、えー、とそういうのが見つかってきたと。一応、えーとえー、これは我々の解釈というか <laughs> 一部は多くの人が賛同している、えー、と解釈ですが、えーとまあ、なんかいろいろ書いてありますがこう注目してほしいのはここのなんかドカーンと出てる中心,こう中心からですねこう出てるですねいわゆるジェットという現象。<laughs> でこれがですねあの普通のガンマ線バーストの現象ではジェットがガンマ線を出しているというふうに考えられています。で今回じゃあなんで暗かったのかというとですね我々の考え方は、えー、っとこの見てる方向がですねこのジェットの方向からこうずれてるんだといわゆるオフアクシスだと。でするとですねえー、っとジェットからの放射というのはですね あのこのジェットものすごいあの高速に近い運動をするんで、えー、ほとんどの放射は前方にですねこうビーミングしちゃいますで横から見るとですねほとんどの光はあさっての方向を向いてるんで、えー、とこう横から見ると暗く見えちゃうと <laughs> で今回そうなったんだろうというのが我々の、えー、と考えで、えー、と結構多くの人がそれを えー、そういうふうに考えてるというふうに思われますと信じます。でこれはですねあの中性性中性性の合体をですねコンピューターの中で再現した一般相対論のコンピューターの中で解いて、えー、と合体を再現した図で、えー、とこれも危険あの基礎物理研究所のですね えー、研究者のですねあの非常に有名な柴田先生という方が <laughs>、えー、コンピューター上で再現したですね、えー、っと計算です。で合体によってここで大事なのは合体によってですね、えー、っとこれ2つの中性性中性性です。でこれを合体するとですねこれ上から見た図でこれ横から見た図なんですが、えー、合体するとですね一部の物質がですね <laughs> えー、飛び出ます、えー、これはですねで出てくる物質はですね全質量のたった1%かそ,その程度ですほんのちょっとだけが周りにドカンと出るとでただしこの出て出ますで中心では何が起こってるかというと連星合体するとですねおそらくですね非常に巨大なですね中性子星ができたというふうに考えられてます。 いろんなパスがありえるんですがえっ、ー、といろんな研究によっておそらくこれがこうなってるだろうと。でその後、えー、おそらくブラックホールと,、えー、とその、えーえー、中性子の一部がですね周りに残ってですねこういうブラックホールとディスクのような、えー、システムになってなっただろうというこれはまだ想像の段階ですが で、中心で何が起こってるのか実はまだ完全に分かってません。ブラックホールがあって、おそらく周りにディスクができて、おそらく磁場がこう刺さって、ブラックホール回転してるんで、磁場によってジェットが出てたんだろうとか、えー、非常に高温になるので、ニュートリノがドバドバ出て、ニュートリノとニュートリノの追、えー、消滅で、えっ、ー、と、電子、陽電子ができて、ジェットになるとかですね、いろんな説があります。で、まだ分かってませんが、 何か合体して中心で、えー、ジェットが出てるとでこれが、えー、じゃあ、えー、合体したっ、えー、と合体した後周りにですね物質が飛び散るわけですね飛び散った後でジェットが出るわけですでするとジェットはですねこう物質の中をですねこう穴,穴掘りをしないといけません。 穴掘りをしててドカーンとと出てくるとでこの穴掘りするときに、えー、この、えー、とジェットとこの周りの物質はぶつかるんでぶつかってなんかすごい高温な物質が周りにこう残されるとでこれはいわゆる黒雲と言わ,れよ言われてますがこういったじ構造ができるとで大事なのはですねこの物質がこう周りに出るんで あのしょぼこい弱いジェットだとですねこのえ周りの物質、えー、貫けません貫けないんでなんかえっ、ー、とこのここで言いましたが非常に弱いんですが、えー、これこうほんまに本当にジェットが弱かったら、えー、この周りの物質貫けませんなので、えー、物質を貫くには引 比較的強くないといけない強。強くないといけないけど暗いってことは、えー、っと、なんか多分、横から見てるんだろうと。<laughs> いうのが、えー、いわゆるオフアクシスモデルです。<laughs> で一方でですね、こういった説も、えー、っと出ました <laughs> で。周りの物質はあるんだけど、ジェットは、えー、貫けずに、えー、っと全部枯空になるんだと。 全部コクになるんだけど、えー、なるんだけどなったっ、えー、とでこの、えー、周りの、えー、最初に、えー、こう合体した時に出る物質飛散物質をこう,こうドカンと突き破ると。この時にガンマ線ブワーストが起こったんじゃないかという説も出ました。<laughs> えー、つまりジェット説かコクーン説かという2つの説が出たんですが最近、えー、と2018年にです、ねえー、こう観測また続いていてです、ねあのーえー、電波で観測したんですが電波ので光っている場所がです、ね、このそこれ空の位置です、天空上の、えー、と電波の位置で。 がここここからここへビッと動きました、えー、とこれは75日後これが230日後で,でしかもこの動くスピードがですねなんかこあの高速を超えるようなですね一軒超えてる一軒超えるようないわゆる超高速運動というなんかすごい動運動してですね <laughs> えこれはですね、あのー、例えばこの。 黒雲モデルのようなこう,いうこういうモデルだと,、えー、っと説明できませんなぜなら、えー、ジェットが、えー、ここで、えー、全部国運になって球対象になるとですね、えー、っと光ってる場所は球対象なんで光の中心は、えー、っと動きません <laughs> でジェットが横になってたら光の中心はこう動くわけです。<laughs> だからこの観測はですね、えー、とジェットのように決定的な証拠として考えられています。<laughs> でさらにですね、えー、とこれジェットの話ガンマ線バースの話ですが、えー、とさらにこのイベントではですね、えー、もしかしたら金,が金とかこういうプラチナウランといったです、ね、いわゆるレアメタル。 えこういったものがいいもう大量にできてるんじゃないかということがえ言われてます <laughs> で。で、えー、俗に言う R, R プロセス R 過程元素と言われるやつですが <laughs> えとこういったものがですねこの合体してなんかえー質量の1%ぐらいがこうアンと出ると言いましたが。 えとここの出てきた物質がで実は元素合成が起こってですねこういった重たい元素がですね合成されたんじゃないかと。でこれはなぜそう思われるようになったかというとですね、えー、とこう出来上がったばっかりのですね、えー、と元素はですね、えー、すごい危険な状態です。放射性物質バリバリで。 えー、エネルギーバンバン出します。<laughs> ですると、えっ、ー、とこの物質はですね、光を放つわけですね。でそれが、えっ、ー、と実は光赤外望遠鏡で観測されたんじゃないかと。でこれ実際観測されているやつで、このえっ、ー、といろんな波長で、あこれ横軸時間で縦軸明るさですが、いろんな波長でこう、えー、観測されて、この、えー 振る舞いがです、ね、ちょうど合体して出てきたあのス,ス,スーパーコンピューターで計算されたです、ね、あの物質からの放射あの物質がですね、えー、重たい元素に変わったと思って放射,性放射性のエネルギーで輝いてると思うとちょうど何か説明できると。で放出された物質はえっ、ー、と太陽質量の2%とか3%とか。 えー、しかも、えー、と高速のですね、えー、と30%とか 10%20% ぐらいのすごい高速でですね物質がバーッと飛び出てくるというモデルで非常によく合います <laughs> つまり、えー、元素の起源ともこの、えー、と中性子の合体は関係しているかもしれんと。でこれあの え元素のえ元素の並べた表ですがえここに水素があってあの皆さんえと中学校か高校で水平リベーと覚えたと思いますがえっとこれが並んでてえっとでえっとこうて鉄がですねえここですね鉄がここで。 鉄より重い元素というのは、えー、と星の中で特にここにあるですねこのランタノイド系列とかですね、えー、こういったやつは、えー、とあのなかなか普通の星の進化では作られ,作られません。で今回、えー、と中性星中性星の合体で出てきた物質はもしかしたらこういう物質。 えー、ここにマージングニュートロンスタと書いてありますが中性子星の合体ですね合体でほとんどができたかもしれませんという話になってます、えー、数年前まではですね実はここら辺の物質は、えー、とスーパーノヴバー超新星爆発でできたんじゃないかという説が有力だったんですが、えー、今回のイベントで,ですね急に業界の意見がごろっと変わりました <laughs> はいこれ将来、えー、今後はですね神楽も参加していこうというふうに考えています、えー、とこれあの、タイムラインですが、今、2019年の3月になったところですが、この3月から、えー、ライゴとバーゴ、えー、は、ですねこれ、O1、O2 とありますが、観測,観測の、えー、とキャンペーン、えー、観測する時期です。 O3 に入ろうとします。これちょっと,、えー、と昔のやつなんで、もう入ってることになってますが、えっ、ー、と、O3 が3月から始まります。<laughs> で、神楽は、この O3 に参加するために、この予定を今、早めようと、すごい、えー、頑張ってます。で、おそらく間に合うと。で、えっ、ー、と、で、今後はですね、えっ、ー、と、こういう電磁波、えー、光。 だけじゃなくてですね重力波、えー、今回重力波で観測して光で見るということが可能になりましたが、えー、さらにはニュートリノ、えー、これはあの南極にあるですね巨大なですね、あのー、えー、っとこれ1キロ,1キロこ、えー、っと深さは2 4 0 0ルもあるですねこういう巨大なですね 観測装置があってですね、高エネルギーのニュートリノを観測するという装置です。<laughs> でこれはあのー、宇宙船を観測するようなやつで、えー、と国際ステーション宇宙ステーションに取り付けられている、えー、その宇宙船を観測するような装置です。こういったもので、えー、と光だけじゃとか電磁だけじゃなくて重力波とか宇宙船ニュートリノでですね えー、宇宙を調べていこうという話になってます。でこれはマルチメッセンジャーというんですが、えー、20世紀よく言われるのは20世紀は、えー、っとこの電磁波の観測できる波長をあらゆる波長に広げた時代でしたと21世紀は全粒子へ広げる時代でしょうというふうに考えられています。 で特に重力波っていうのは強力なツールになると考えられててまだまだ伸びしろがある特に、えー、と例えば、えー、重力波、えー、じあの地上の望遠鏡がありましたがこれをさらにですね巨大化してですね今までの10倍にするという計画があります。でそうすると えー、中性性中性性の、えー、と合体がですね年間1,000発ぐらいお起こるようになるとつまり毎日ですね観測ができるようになるでさらにはですねこういった、えー、とレーザー干渉計を宇宙に打ち上げてですね、えー、これで干渉計を作ってやるとでこれにこの、えー、宇宙 重力波望遠鏡で観測できるのはですねさらに巨大なブラックホールですえー、っと先ほど十0 3 0ソーラーマスとか言ってましたが、えー、それよりもさらに巨大なブラックホールが、えー、っと観測できると思われてます <laughs> はいえー、でこれがまあ最後の図ですが、えー、っと重力波によってですね、えー、っと非常に多くのですね ブラックホールとブラックホールの合体が分かってきてですね <laughs> さらにえと中性性中性性の合体一発だけですが研究者のかなりの多くの割合を巻き込むですね非常に重要なイベントになってですねえ今後えさらにどんどん観測が進むと思われます。